ですね、ギリギリに到着いたしました。自動通訳機がありますが、それをどうぞお使いください。それはですね、なんとなく分かっていたんですけども、今日は珍しくバスで来たんですね。やっぱ毎回タクシーで来ないとダメかなと思ってるんですけども。大体バスに乗ると何かが起こるのです。それはこういう天気がいい時はマラソン乗りなんですね。サミール路からですね、チョンノにぶつかる交差点のところあたりから何やらこうちょっと今日は何かあるかなという感じでした。今日は交通量が少ないな、まあ、道が混んでいないなと思いながら、クァンファムのですね、まあ、セジョンデロとですねぶつかるところで、あ、やっぱり今日はデモかマラソンかなと分かりました。ここについて聞いたらマラソンだということでありました。まあ、タクシーで来るのは、まあ、便利で早いので、とても私にとっても楽なのですが、まあ、その代わりあまり、外の様子をですね、こうゆっくり見ることができないわけです。バスで来ますと、まあ、私はカンナムからハンガンを越えてずっとですね、ナムザンのトンネルを通って出てきて、抜けますとこうです、ね、右側に四楽教会ですね、英楽教会、四楽教会が出てきます、うん、あ、今日はいっぱい来てるなとか、先週とかはですね、あ、今日はちょっと空いているなとかですね、その車がですね、教会の駐車場に入る車が大渋滞しててですね、バスもタクシーも避けなきゃいけないので、そんなことを思いながら、来るわけです。で、今日は、クァンファムの、まあ、バス停留場のところでふとセジョン大王のですね、こう像がありますよね、大きな像がね。で、それを見るとですね、ここにある一枚のスローガンっていうんですかね、まあ、横断幕を見ることができました。そこにはですね、ユン・ソンユ、お前は民族はウリ民族人がイルボンユン員がクローズ、お前は私たち民族のものなのか日本人なのかというふうにですね、批判している言葉がバーンと入ってきまして、私もまず写真を撮りましたけども、今日の言葉はですね、良い言葉を語るものということなんですね。非常に、残念なことですが、まあ、私が韓国語を学んでいるところで、まあ、韓国語はですね、日本語に比べるとだいぶその人をですね、こうちょっと批判する言葉とかちょっと悪い言葉のバリエーションがちょっと多いんです。で、そういう言葉は私が語学学校で学ぶことが当然できませんので、大学の語学学校でそういう言葉は教えてくれません。そういうのが出てくると必ず先生は、いや、それ以上言ってはいけませんというふうに、先生はストップさせます、授業を。ですから、正式な語学学校でそのような日常的にこう使われる、悪い言葉をですね、まあ、覚えることができない。じゃあどこで覚えるのかとなると、じゃあ映画なのか、まあ、ドラマなのか。でも今最近映画のドラマもですね、あまりひどいとこうやはり規制がかかっていますので、まあ、限界があると思います。するとやはりご飯を食べてますと、食堂で隣でですね、わーっと盛り上がってる若い、5、6人の、グループが、まあ、ご飯食べてお酒飲んで、わーって、そこで言ってる言葉聞いてると、うわ、ものすごい悪いこと言ってるなと、まあ、仲いいんですけどね、仲良く盛り上がってるんですけど、まあ、まあそれでも結構なこと言ってるなっていうのもよく聞こえてきます。聖書の中でですね、特に新約聖書は数回良い言葉、もしくは舌ですね、舌に気をつけろという言葉が出てきます。で、これはただの道徳倫理なのかということであります。私はもちろん倫理であるとも思いますが、それだけであるとも思っていません。なぜ良い言葉、良いとですね、言葉ということに注目しているのか、今日はそれを考えていきたいと思います。
さて今日の聖書箇所の内容はですね、まあ、先週に引き続いてでありますが、前半は神様の選択選びについてであります。そして後半は祈りの依頼についてです。14節ではパウロはテサロニケ教会に関していつも感謝しているというふうに告げています。その理由はその前の13節の後半に書いてあります。なぜならあなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって神はあなた方を救われるべきものの発歩としてお選びになったからです。このようにパウロが述べています。少しこの13節長いですけども、一節としては、元々のお話をしますと、そもそもこの前何回か言ったことがあるかもしれませんが、説というのは当時はついてません。これは非常に近代的な数百年前にある学者がこの辺が区切りだから13、この辺から14ってつけたものです。それを伝統的に私たちは今使っていますが、本当は一つのパウロの長い文章です。ですから長い文章でも主語は1回しか出てこない場合もありますし、何回も出てくる時があります。その翻訳をですねするときに、特にパウロの手紙は難しい、一文が長いというのが特徴であります。そしてですね、今の13節を整理いたします。内容を整理いたしますと、あなた方ですから、今私があなた方という時にはテサロニケ教会もそうですが、ここにいる皆さんという意味を受け取っていただきたいのです。そうでないと、あ、これは2000年前のお話なんだと言って関係なくなってしまう。そうではないです。テサロニケ教会にパウロが言っているということは、パウロは今私たちに向かって話しているというふうに、考えていただきたいと思います。ですから皆さんは神様によって選ばれたということがここで書いてある。その理由は霊の力と真理を求める信仰によって神様はあなた方を選んだということであります。ここに神様の目的が書かれています。それは皆さん、あなた方は救われるべきものの発歩であるということです。発歩、今日はこの発歩ということがキーワードになっているわけです。大丈夫でしょうか。この発歩という、ちょっと韓国語聖書を置いてきました。韓国語聖書でこれ発歩って何て訳されてますか。ここ。なるほど。そのままですね。直訳的な感じでいい訳ですね。はい。英語ですと first fruit、最初のね、first fruit。まあそれを日本語で言い換えると最初の果実、果物。ですね、ギリシャ語ではこれアパルケっていう単語が使われていますが、これはですね、もともとはですね、始まり、始着、それを意味するアルケという言葉があります。初めに言葉があったというヨハネ福音書の一番最初、ここに出てくることですね、アルケっていうのはね。このことを考えますと、選ばれた者たち、まあ、私たち、テサロニケの教会、セミナー教会の人たち、他の教会の人たちは、選ばれたものというのは最初の者たちであるということであります。それは、これから先に救われるべき、救われなくてはいけない人がいるのですが、その者たちの中で最初に選ばれたということであります。この発歩という単語は新約聖書の中で8回使われているわけですが、このうちですね、パウロが使用使ったですね、皆さんこれ、使ったのはローマ書とコリント全書であります。そして今日のテサロニケのこの後書第2、つまり8回のうち6回をパウロが使っております。でこういう時にですね、8回ぐらいしか使われていない新約聖書全体、新約聖書、これ新約聖書だけですけど、ここで8回しか出てこないというのは、かなりその使い方は限定的であるということが言えます。
例えば愛ですね、サランサランとかそういう単語だったら多分100回150回ってもう使われていますが、8回しかないっていうのは割と少ない方になります。で、8回のうち6回パウロが使っているとしますと、パウロはこの言葉を特別な意味で使っていると考えることが可能になります。じゃあ残りの2回はパウロが使っていないから関係ないのか、そういう意味ではありません。では今日は残りの2つもちょっと考えてみたいと思います。まず最初はですね、ヤコブの手紙1章18節というところであります。ヤコブの手紙1章18節ではこのように書いています。道地は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたもののハツホとなさるためです、というふうに書かれているわけです。でもう一箇所読んでみましょう。次はですね、黙示録の14章4節であります。これはね、結構すごい幻のところです。非常に黙示録の中でも重要なところの一箇所であります。でちょっと長いですけどお読みします。14章4節黙示録。彼らは女に触れて身を汚したことのないものである。彼らは童貞だからである。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われた者たちで、という、まあ、こう続いていくんですけど、でここで書かれていることはですね、まあ、初歩、信仰者、私たちクリスチャン、これは初歩として選ばれた、まあ、今日の聖書箇所でこう書いてるんですが、それは神様が作った全ての、神様が創造された全ての被造物の中で最初のものであるということであります。神様がこの世界を作られた、山も川も鳥も魚も犬も猫も人間も豚も牛も、その中で最初のものとしてこの信仰者を選ばれたということであります。そしてこの黙示録の方はですね、子羊が出てきますね。子羊は食べる子羊じゃないですよ。ここの子羊は主イエスですよ。主イエスに従ってどこまでも行くんです。主イエスがこちらに行くと言われたら子羊が行くといえば他の羊も使う、ね、従って、これが何を意味するんでしょうか。主イエスは十字架におかかりになりましたよね。でそして死なれましたよね、十字架で。誰が最後まで従いましたか。誰も従わなかったでしょう。弟子はどうしてました。弟子は見てた、隠れた。従っていたのは女性たちです。ガリラヤから来た女性たち、それでもちょっと遠くから見ていた。これが限界でした。生きている時の主イエスに最後まで従った人は誰もいませんでした。ですからここで黙示録が語っているこの童貞たち、男たちはですね、どこにでもついていく。これがすなわち何を意味するか、主が行かれるとこにどこにもどこにでもついていく。それは主の苦難を共に受ける者たちであるということであります。主は苦難を受けるのです。その苦難を、どうぞ主だけが苦難を受けてください、私は痛いからついていきません、そうではありません。主イエスが受けられる苦難を共に受ける者がここの選ばれた初歩であるということであります。すなわち私たちも主イエスで捧げられた最初の果実、フルーツであるということであります。さあ、このことから14節を解釈してみたいと思いますが、救われるべきもの、そしてその方たちも選ばれた者たちと同じようにキリストの栄光に預からせることが神様の目的であるということであります。ですからこの目的のためには偽の手紙に惑わされてはいけないというふうにパウロが警告しています。この偽の手紙とか偽の教えというのが
当時テサロニケ教会にあったということを先週お話ししたと思います。そのことがここにも関連しているわけであります。そうではなくてパウロもしくはパウロのに従う弟子たちが直接語ったこと、パウロが直接書いた手紙を信じなさいと言っているんです。でそこに書いている教えを守りなさい、固く守りなさいと言っているわけです。ですからですね、面白いですけど、まあ、来週が本当だったら来月お話ししなきゃいけないんですけど、このテサロニケの2章の一番最後はどういうふうに書いているかと申しますと、3章17なんですね。3章17節、それは私パウロが自分の手で挨拶を記します、これはどの手紙にもかなあ記す印ですって書いてますね。これが2000年間聖書の研究の大問題になっているんです。本当にパウロだったらこういうことを書くかっていうんですね。なぜなら他のパウロの手紙にはこのような文章出てないんです。コリント書、ローマ書、ガラテア書出ていないです。第2テサロニケの後書だけ直接私が書いた。だから逆に怪しいというふうな、判断をする学者、最近ちょっと強いですねこの学者が。しかし今お話しした意味を考えますと、この最後の3章17節にパウロが自分でこの手紙を書きましたとわざわざ言っていることは、それだけでこのテサロニケ書がパウロが書いたものではないという証拠にはならない、内容的にはならないということが言えると私は考えております。さあ16節でパウロはこのように述べております。永遠の慰めと希望を恵みによって主イエスキリストと父なる神様が私たちに与えてくださいます。ですから私たちは選ばれた発歩としてこれから救われるべきもののための、ここ大事、今日大事、良い手本、良い、そして先輩にならなくてはいけないということです。良い先輩、私たちが本当に良い先輩になっているでしょうか、教会の中で。でこれ難しいんですけど、教会の中で良い先輩にならない人がどうして世間で、この世間で良い先輩として生きていくことができるでしょうか。当然無理です。はっきり言いますけど無理です。教会の中に平和がないのにどうして教会の外に平和があるでしょう。無理です。教会が教会として立つ、これしか世界が変わる方法はありません。これを少し誤解なさっている人たちは残念ですけど世界にとても多いですね、ですから、ちょっと例を出しますと、アメリカの教会はですね、どこかちょっと気に入らない国がありますと戦争しますね。教会が戦争を支持しますね。共和党を支持して、で民主党だって戦争をやるときにはやりますから、これは本当に正しいでしょうか。戦争するときは共和党もアメリカの民主党も一緒になってイラクに攻め込みました。その結果何があったでしょうか。一人も戦争犯罪人を見つけることができなかった。ミサイルもなかった。アメリカは何をやってるんでしょうか。黙ってますか。黙ってます。黙るしかないでしょう。それは本当にこれ気をつけていただきたいと思います。教会の中で本当にこれは正しいのか正しくないのかということが常に考えられていない状態で、いやこれは聖書に書いてるから正義であると世間に対して訴える、それは先ほどですねカンファムのそのセジョン大王の像のこっちに見える、ここに書いてるねスローガンと何も変わらないのです。ただの口の批判でしかない。これは良い言葉ではないわけであります。私たちは教会の中でも外でも良い先輩にならなくてはいけない。でこのためにパウロはお祈りをします。そして17節、どうかあなた方の心を励まし、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてください。
私たちが良い言葉を語って良い先輩となるようにというパウロがここで祈っているわけです。今ここにいる私たちのためのお祈りです。で、ここをちょっとですね、まあこれは何でしょうか、学問的なというかちょっと頭の体操勉強ですけど、ここでですね、良い働きの良い、日本語でですよ、良い働きの良いと良い言葉の良いとは違った、ここで聖書の言葉出ますか？尊業なしなるなしですよ。そう、ポン無理です。あ、無理、あ、出ない。あ、そう。あ、いや。じゃあ、まあ難しいですけどね。漢字が日本語、この日本語のですね、新共同訳では違っているんですね。良い、良い。で、皆さんが読んでいるその形状ですかね。うん、では、一つですね、ソナン。ソナンに対して、良い働き、イルクはマイスムかな、まあ、そういうふうになってるのかな。形容詞が1個しかついてない。ソナン。ソナン。1個しか使ってない。でも、この新共同訳は2つついて、良いものを良い。2つ出てる。しかも漢字が違う。これはどういう意味でしょうか。日本語に興味がある方はこの辺ができると2級ではなくて1級のテストの合格ですね、はい、ギリシャ原文ではアガソー、良いという意味です、まあ、これは英語にそのまま訳すと good という意味だと思いますけども、まあ、ギリシャ語の聖書も形容詞が1個しか出てきてません。ですからそういう意味では契約基準がそのままですね、ギリシャ語の原文をちゃんと翻訳しているということができます。じゃあなんで日本語の聖書は2つ書いているのかということですね。良い行い、良い、この良いというのは、まあ、この損善ですね、善、あ、損派、損派、損なという言葉の、まあ、漢字語ですけども、うん、が使われているわけです。で、新しいセポン訳もソナン、イルカ、マイルとなっているんですけども、ですね、日本語では何か能力が優れていることに対して使う良いは、まあ、いわゆるチョッターそういう意味で、良いという言葉を使うんですね。能力が、例えば彼は勉強がよくできるとか、まあ、マラソンが速いとか、そういう良い、彼は良い選手だの時の良いは、そのチョッターの方の意味の漢字を使うんですが、でここではもう一個ですね、人間的に正しい、もしくは道徳的に倫理的に良い、正しいという時にはソナナのその漢字を使う、こういうふうにわざわざ使い分けているわけですね。でこれ新共同訳で今の最新の翻訳では両方ともソナナの善という、まあ、倫理的なことを表す意味の漢字に戻ってしまいました。しかしですね、ギリシャ語の意味から考えていきますと、私たちが例えば教会で奉仕をするときがありますよね。いろいろな奉仕で、この時奉仕を実際に何をするか、まあ、例えば教会の掃除をしましょう、受付をしましょう、聖歌隊をしましょう、まあ、こういうような行為ですね、行為。これはね、質的に良いことが大事なのでしょうか、それよりも神様の心とちゃんと合っているかということが大事でしょうか。これすごい大変難しいです。奉仕をいっぱいする教会、こういう大きな教会はそうですよね。で、まあセムナン教会の聖歌隊もものすごい上手いです。とてもレベルが高いです。レベル高い音楽をすることが目標でしょうか？それは違いますね。あの教会が上手い。じゃあ私たちの教会もっと上手くならなくちゃ。練習一生懸命して上手くなる。そのことが目的になったら、神様を賛美するということと離れてしまいます。ですからそういう意味でこの漢字の使い分けというのは実は深い意味があります。まあ元々の言葉はグッド、良いとしか言うことができないのですけども、
それよりも私たちは神様にとって、神様が良いねと言ってくださることが大事なのであります。これはまあ翻訳のところからですね、一つちょっと、まあ、日本語でここまでお分かりになる外国人の方がいたら、もうそれは日本人より日本人も多分分かんない、もう全なんとなくしか使ってないことなので、私もちょっと今回勉強になりました。さあ、パウロがずっと注目しているのは良い言葉であります。で、私たちは前も言いましたが、良い言葉を話しているでしょうか。教会の中外で悪い言葉を話していないでしょうか。なぜ言葉なのか。それは神様が言葉を通してこの世界を創造なさったからであります。これが先週もお話ししました、啓示、啓示ですね、啓示ということであります。ですからこの啓示には先週も話しましたが、自然を通した啓示もあります。しかし神様は言葉を通してこの世界に対してこう今も働きかけている、ご自分を表されているわけです。で、一番究極な特別な啓示がイエス・キリストという、神が人となってここに来たという、もう特別なんです。これは私たちが理解できるわけではないんです。特別な啓示。しかしその背景には言葉によってこの世界が作られたということが私たちは忘れてはいけないんです。神様の言葉によってこの御子イエスを、このイエスをこの世に使わされた、派遣してくださいました。ですから神様は言葉を通してこの世界を救おうと計画されています。この救済の計画の中心がイエス様の十字架の事件であるわけです。で、この十字架の事件が福音の言葉、そして主の言葉となりました。で、その言葉が使徒たちによって世界中へと伝えられました。それが、まあ、千何百年経って韓国にも届きました。千何百年経って日本にも届いたんです。2000年前の言葉がずっと時が経って言葉として、それはその言葉は人を通じてですね、まあ、宣教師とか、その言葉が宣教師として、言葉として伝えられ、ここの教会もそのようにしてアンダウト牧師になって作られた教会であるわけです。ですから言葉はとても重要なんです、教会において。このようにして主の言葉によってテサロニケの人たちは救われた。主の言葉によってセムナー教会の人たちは救われた。主の言葉によって漢民族の人たちは救われた。主の言葉によって日本の、日本人は救われ、まだっていないのかな残念だけど1% だけ救われましたかね、だからまだ救われて、これから救われる人たちがいると、 99% まだ残っていますから、この救われた恵みに感謝する者のこの集まり、共同体が教会であります。パウロは最後に祈りをお願い、依頼しています。主の言葉が速やかに伝えられるようにと、そして神様が崇められるようにと願っているわけです。道に外れた悪人から、悪いことする人たち、私たちが逃げることができるようにと。ここで3章2節、すべての人に信仰があるわけではないのです。信仰は私たちが頑張って獲得、信仰を獲得するのではありません。恵みによって神様から与えられるものであります。このために選ばれた者がパウロの教えを実行することが大事であるのであります。私たちが神様に選ばれたものなら、この教えを実行しなくてはならない。で、このことを可能にする力があります。原動力というか力があります。それは5節であります。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐と深く悟らせてくださいますようにとパウロは言っています。私たちは神の愛というのはなんとなく理解することができると思います。しかしですね、キリストの忍耐、
に対してはどれくらい理解しているでしょうか。私たちは忍耐することはやはり一番不得意、苦手なのですね。しかし信仰者として生きる、クリスチャンとして生きる、選ばれた者として生きるということは、キリストの忍耐を同じように自分も忍耐するということであります。そしてこの忍耐のうちに私たちが良い言葉を通してキリストを伝えるということです。命へと導く、これが私たちに課された、まあ、使命であるわけです。そのために私たちは選ばれたのです。で、残念ながらですけども、多くの長老教会ではこの選びということをとても大切にするがゆえに、私たちは選ばれた、あ、もう大丈夫、もう大丈夫、もう OK、 ここで終わってしまうパターンがとても多いんですね。本当はこの長老教会の、作ったカルビンはそんなことは言っていません。選ばれた者には使命があるんです。キリストの言葉を伝える使命があります。しかし多くの、残念ながら長老教会は選ばれた、あ、そうだ、選ばれた、私たちは神様によって選ばれた、選ばれてない人とのことはどうでもよくて、私たちは選ばれたから大丈夫、大丈夫、ここに集中してしまうのがちょっと残念な傾向がありますから、逆に注意しなくてはいけません。選ばれているからこそ、これからの方、これから救われるべきもののために、私たちは奉仕しなくてはいけないんです。ですから悪い言葉を話してはいけません。前のローマ教皇のベネディクト16世が95歳で亡くなりました。95歳で亡くなった時の最後の言葉とは何だったでしょうか。それは、主よ、あなたを愛していますという言葉でした。最後の言葉。なぜそんなような言葉を言うことができるんでしょうか。それは、主イエスが忍耐されたからです。十字架の上で主イエスが忍耐されたんです。主なる神様は私たちを愛してくださっています。ヨハネ福音書ではここにこのように書かれています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちはなぜ良い言葉を語らなくてはいけないのでしょうか。それは、主の言葉が今も私たちを救いへと招き続けているからであります。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちがキリストを信じているにもかかわらず、悪い言葉を使い、この世界で苦しみながら生きています。どうぞ助けてください。私たちがあなたに選ばれた者として、あなたの良い言葉を話す者として、どうぞ主が聖霊の力を通して私たちを変えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。賛美歌、4:8番です。